めかりばあさん。昔の暦で12月8日や2月8日を八日蔵とか琴八日といって、家にこもらなければならなかった頃のお話じゃ。毎年12月1日になると、太郎のばあちゃんは庭を掃いて落ちこぼれた米を集め団子を作っておった。何しとるんじゃ。通常団子を作っとるんじゃ。外に吊るしておけばめかりばあさんに家を燃やされんで済むからの。めかりばあさんはどけちいなばあさんで、米粒でも落ちとれた。拾いに来るでの。火事になると困るからの。めかりばあさん、はあ、八日蔵に一つ目小僧と一緒に来ると言われておる妖怪じゃ。妖怪？太郎は怖いけどちょっぴりワクワクした。ついに12月8日、八日蔵の朝が来た。ああ、頭上団子そこに吊るしたんだね。ああ、戸口に刺したりもするがな。で、なんで屋根にカゴをあげてるんだ。一つ目は目の多い猿やカゴが嫌いじゃからの。へえ、めかりばあさんも一つ目。ああ、そうらしいの。それからばあちゃんはそばを打ち始めた。今日は一日中おとなしゅうしてそば食ってはよねんと、子供は食われるぞ。太郎はそばを食べた後すぐ布団に入った。めかりばあさんって一体どんな妖怪なんだろう。太郎は気になって仕方なかった。ちっとも眠くならない。太郎はザルを持ってこっそり外に出た。ドン！何かにぶつかった。めかりばあさんかと思ったら隣の五助。あー、なんだ五助か、よかった。そば食ったか。いや、うちは誰もそば打てんから米じゃ。めかりばあさん見たことあるか。いやね、いっぺん見てみてえな。怖くないか。ああ、おらへっちゃらさ。すると頭の上の方からバサ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 。何の音だ。静かに、見つかっちまうぞ。二人は急いで影に隠れた。うわー、見上げるとなんと空に一つ目小僧が飛んでいる。あれがめかりばあさんか。いやー、一つ目小僧だろう。すると遥か遠くの方から、オラを呼んだか。タッ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 。声のする方に振り返ると遠くの明かりが急激に近づいてくる。タッ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 。うわー、なんと松明を加え髪振り乱したばあさんがものすごい速さで迫ってくる。二人はあまりの恐ろしさに腰を抜かしてしまった。すると尻餅をついた五助の足の裏をギロッとめかりばあさんがにらみつけた。米粒がついている。めかりばあさんは米粒一粒でも粗末にするやつが大嫌いだ。足を洗え、足を洗え、洗わなければ足ごと食っちまうぞ。ガシッ。めかりばあさんはいきなり五助の足首をつかんだ。五助は思わず漏らしちまった。ごめんなさい、ごめんなさい、すぐに洗います。五助が大泣きしている。太郎は恐ろしさに手がブルブル震えたが、ありだけの勇気を振り絞って、その手を離せ。めかりばあさんの方に思いっきりザルを突き出した。うぎゃー、めかりばあさんは叫んだと思う間に何もかもぶん投げてものすごい速さで走っていき、箱根の山までぶっ飛んでいって
ドーンと山にぶつかってバシャーンと海に落ちてしまった。その間に太郎と五助はようよう家に帰りついて、二度と八日蔵には外に出ることはなかったそうじゃ。その翌年もめかりばあさんは何もなかったようにケロッとやってきたが、それ以来箱根より西には行かなくなったそうな。食べ物を粗末にするとみんなのところにも目を貸してくれってめかりばあさんが来るかもしらんぞ。